高精細度テレビジョン放送と従来の標準画質映像の違い高精細度テレビジョン放送とは操作線数を増やし、かつワイドアスペクト比を採用することにより鮮明な映像を実現したテレビジョン放送である。HDTV は従来の標準テレビジョン放送の概ね2倍程度の操作線を持つものを呼ぶ。日本の放送では 電波法施行規則において、操作方式が1本置きであって、1つの映像の操作線数が1125本以上のもの操作方式が順次であって、1つの映像の操作線数が750本以上のものを、構成サイドテレビジョン放送、その他のテレビ放送を、標準テレビジョン放送と規定している。国際電気通信連合では、 2000年に策定した国際標準規格で操作線1125本16-9のシステムのみを HDTV として定義している。HDTV は日本、アメリカ合衆国、ヨーロッパがそれぞれ独自に研究、開発されてきた。1964年より日本の NHK 放送技術研究所が世界に先駆けて 高品位テレビとして研究を始め1970年代後半に HDTV のアナログ伝送方式ミューズを開発しハイビジョンという愛称で欧米に先駆けて HDTV 放送を開始した NHK は自ら開発したミューズ方式を HDTV 放送を世界統一企画にすることを目指し高品位テレビの英語訳として ハイデフィニションテレビジョンという言葉を使って1974年に CCIR で提唱し、欧米で精力的な標準化活動を続けた。しかし、デジタル伝送技術の実用化、政治的その他様々な理由から、日米欧はそれぞれ異なる方式で、デジタル伝送技術を使った HDTV 放送を行うことになった。 ハイデフィニッションテレビジョンという言葉が日本に逆輸入された時に、高品テレビでなく英語直訳の、高精細度テレビジョンという日本語が作られた。日本では、2000年12月1日より、BS デジタル放送、2003年12月1日より、地上デジタルテレビ放送の本放送がそれぞれ、開始され、ISDB 伝送方式による、 デジタルテレビ放送が行われている。アメリカでも、地上デジタルテレビ放送の企画として、HDTV 放送の企画、ATSC が決定され、関連の制作が整備されたことで、HDTV 放送を受信できるテレビ受像機が出回るようになり、また HDTV 用の番組制作が行われるようになった。HDTV は、 SDTV より最低でも2倍以上の解像度を持つ。したがって、アナログテレビや一般の DVD と比較して、より細密な映像の描写が可能である。また、HDTV 放送の技術標準では、レターボックスなしに、重央比が16、9の映像を処理することができるので、映画のような映像を視聴する場合には、解像度をより効率的に調整することができる。 HDTV を言うときに放送信号の形式は次のような値を利用して表記する。例えば、720、60P という形式は1280、720ラインの有効画素が順次操作方式の60、FPS で伝送されるベースバンド信号を示す。1080、50I という形式は1920、1080。 ラインの有効画素が飛び越し操作方式の50フィールド、セックで伝送されるベースバンド信号を指す。フレームレートは有効ライン数とは独立にサフィックスで明記される。例えば 60P はプログレッシブ方式の 60FPS を意味し、60I はインターレース方式の60フィールド、セックを意味する。サフィックスのフレームレートが省略されている場合は、 当該地域の標準テレビシステムによって50あるいは60と想定される。例えば 1080p とのみ表記されている場合は一般に10 80, p, 1080、60p、1080、50p を指す。標準解像度との比較をいかに示す。アメリカでは従来の標準テレビジョン放送向けのデジタル、伝送方式として MPEG-2、HDTV 向けに mpeg-3 が策定される予定であったが、mpeg-2 と mpeg-3 の基本技術が同じであったため、最終的には mpeg-2 が mpeg-3 を吸収、統合することが決定し、mpeg-3 規格は結番となっている。現在では HDTV を含めた映像のデジタル、伝送方式として mpeg-2 が幅広く利用されている。 MPEG-2 では最大 4-2-2IUV サンプリングと10ビット量子化をサポートしているが一般的に HDTV 放送では帯域幅を減らすために4-2-0方式と8ビット量子化を利用する。韓国の DMB とドイツの DVBS-2 では H264 を利用している。今後あらゆる ヨーロッパの HDTV 放送でも h 二百六十四を使う予定で、アイルランドなどまだデジタル放送が始まらないところでは、HDTV 放送はもちろんのこと、SDTV デジタル放送でも h 二百六十四の利用が検討されている。日本では二千八年十月からスカパーでの HDTV 放送用として、二千九年十二月から国際放送。 NHK ワールド TV の HDTV 放送用として、それぞれ H264 を利用している。HDTV は 5.1CH サラウンドサウンドをサポートする AAC とドルビーデジタル形式のサウンドを使うので、劇場水準のオーディオを鑑賞することができる。HD 信号のピクセルアスペクト比は1.0である。新しい HD 圧縮。 録画方式ではもっと効率的な圧縮のために長方形のピクセルを利用することもある。テレビ放送局や地域内の分配を引き受けている業者、あるいはプロダクション業者ではベースバンド HDTV 信号を送るため HDSDI を使用する。ベースバンド HDTV 信号は空中波やケーブルで送るには非常に広い帯域幅を占めるので、 公衆放送では圧縮された映像信号を送信し、テレビ受信機でこれをデコードする。また民生用テレビ受像機では、HDMI インターフェースを経由することにより、BD プレイヤー等から出力される暗号化されたベースバンド HDTV 信号を受像することができる。システム M、NTSC 互換のためのフレームレートである29.97フレーム秒。 59.94フレーム、秒は、それぞれ30、60と丸めて表現される場合が多い。1080i 及び 1080p は、フルハイビジョン、フル HD、2K とも呼ばれる。放送のための最適の形式は、映像を記録する保存メディアと該当の映像の、特性とによって変わる。解像度とフレームレートは、映像形式に依存する。つまり、 非常に高い解像度の映像を損失なしに送るためには、より高い帯域幅が必要になる。現在、すべてのデジタル HDTV 放送と多くの保存システムでは、損失のある圧縮方式が使われるので、原本映像と比較して、若干の映像劣化が見られる。劇場用フィルムは、一般的に高い解像度を持っており、秒あたり24フレームを記録する。 この映像を送信するための最適な形式は、720 24、24P や1080、24P となる。この映像を、パル方式のテレビで視聴するためには、秒あたり25フレームに変換されなければならない。また、NTSC 方式の場合には3、2プルダウンと言われる技術が使われる。これは一つのフィルムフレームは3フィールドに割り当てられ、 その次のフレームは2フィールドに割り当てられる形式で、これを繰り返せば2フレームが1、12秒間で送信される。HDTV 以前のベータカム SP のような媒体に記録された映像の場合には、483、60i、または576、50i の形式になっている。これらはより高い解像度である 720i に、 変換することができるが、一般的な形式である 720p への変換では飛び越し操作方式を順次操作方式の映像に変換する過程で映像の劣化が起きることがあり、インターレース解除という過程が必要になる。映画ではない HDTV 映像は 720p や 1080i 形式として記録される。放送形式は放送会社で決めるが、 形式を決めるには多くの要素が影響を与える。一般的に 720p は順次操作方式であり、速い動きが多い映像に適当であるが、1080i は飛び越し操作方式であり、速い動きを表現すると画質が落ちることがある。また 720p は HD 映像をインターネットを通じて配布するときによく使われる。一般に、 コンピューターは順次操作方式を使っており、飛び越し操作方式の映像の表示は増えてである。720p 映像は、1080i や 1080p 映像に比べて少ない容量と複合演算にしか必要とせず、一般的な1280-1024解像度の LCD でスケーリングせずに表示可能である。ありがとうございます。